あれ、魚見てる、あれ、魚じゃないですよね。魚。桜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 か。桜と魚間違えた。けど終了ってやったか。え民家ですよ。武器。これよかったのさ、これ。違う違う違う。待って、ほら。違う違う違う。可愛いな。お世話に。おしっき。お座りって言わないの。もちろん出る。これ何ですか。離れだよ離れ。いや、ホームレスの持て帰り。うまくないわ。そこチャンネルのチャンネル登録をよろしくよろしくお願いします。ちゃ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 。それでは出かけましょうか。そうそう、まず花見、うん、行きましょう。ゆうさんが楽しみにしてた、うん、一応お酒となんか割り物持っていきますか、うん、いいですね。じゃあお水でいいかな。はい、花見なんか行ったことないもんね。あら、始まって60年間。あ、すごい。これ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 酒飲まないから、うん、みんなそういう付き合いが全然もう、うん、あ、いいよお前、これ俺の方がいいや。もうちょっと酒飲めねえよなって、うん。あんま誘われなかった。全然もう薄いね、本当に誰も言われたことない。すごい、人生初花見ですよ。初花見、本当に初。62歳？はい、62。はい。一回もないですよ。よかった。カメスメ使ってもいいです。うん、まあ。嘘つきは嘘つきですけど。もう、ね、最近二枚舌キャラがすごいですもんね。岩川さんのことは絶対言わないって言って、その日の夜。これもう。もう二枚どころじゃないですよ、ね。何枚あるのか。あと、お花見行ったことあるけど忘れてる可能性ありますよ。まだそう悪気なく忘れちゃって、ね、うん、結果嘘になってる時ある。岩川さん一応この近辺でなんか桜のある場所分かってるんですよね。あ、なんかこの辺の公園にあるみたいですよ。あ、ね、なんか調べてくれて、うん、行きましょう行きましょう。うん、ちょっと行きましょう。さっき行けよ。うん、あれだ。これの下出てくるんじゃないですか。なかなかね。なかなかまだ時間かかるみたいな。見た行くよ、早く。何で靴自分で履かないの。ほら、ほら、自分で履けるでしょ。履けるとこじゃなくて、うるさいな。うん、お前、ちょっと黙ってろ、ほんと。見たいな。ほら、偉い、重大だよ。できる、自分でできることは自分でやろうね。すごい成長だ。よし、言わない言わない。サイレントです。すごいハミングしてる。はい、カルク巻いちゃう。はい。ダメだよ、カルクもっと重たい。かい。行きましょう行きましょう行きましょう。大事じゃない。はい、ロケ。キャンちゃん、マーちゃんはやらないと終わんない。マーちゃんもやらない。いいですね。はい、よくやって。いいよいいよ。キャンちゃん、これ何なんだよ。マーさんが叩かれちゃったよ。オッケーオッケーオッケー。夜間の番号は全部悪いんだ。覚えておけよね。素晴らしい。行きましょう行きましょう。ちょっと謎が解けた。今声出さなかったじゃないですか。あの、あんな玄関で大声出してたら、うん、警察も来るよみたいな言われたのよ、支部者に。でもそのせいで今日サイレントだった。そういうバージョンもあるんだ。そんなこと言ってたけど。通報されないバージョン。追い出せないもん、いつも。
はい、じゃあ岩川さん道案内お願いします。はいはい。あ、しまった、スマホ忘れた。鍵もうまあまあまあいいよいいよいいよ、俺今日スマホなしでいいよ。あ、いいよいいよ、まさ暗くなっちゃうから。ああ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 助かった、うん、助かったけど、これは気に付くとじゃん。ごめんごめんごめん、もう一回していくから。あ、ごめん。ほら、長いな。ごめんなさい。本当に軽くしかなかった。チョンだよ。チョンでいいんですね。チョンは何でいいか。OK、 はい、大丈夫ですか。ねえねえ、何かこれじゃないけど、マーチャーに無用ですし、チューランスに無用だから。え、言われてないよ。え、言われてないです。言われたの聞いたことないです。聞いて言われてないです。言われてないです。言われてる。なんか配信で言われたんでしょ。配信するとこ行くの。そうだよ。そうだ、結果言うて、こういうちっちゃい子で言えって。だから心の中でしか言わない。もうこれ出さない、絶対に。二度とね。本当ですか。そう、これ出しません。良さがなくなってしまってきた。みんなが文句言えば言うほど面白いポイントなくなっていくんですよ。あ、じゃあもうそのコメントのせいでもう結界は見れないんですね。あ、もう見れないです。あ、こんなことで結界ってなくなっちゃうんですか。はかないもんですよ。こうやってエンターテインメントってどんどんつまんなくなってきます。バカがギャーギャー騒ぐというんで。最高だ、天気最高だ。最近ずっと雨だったから良かったですね。こんな日に家にいるやつはバカです。外に出ないやつはバカですか。本当はい。あれ、岩さんってドラッグ MVP はずっと家います。意外とこういう晴れた日ってもっとあるんですよ、岩さん。あとは知らないでしょ。知ってるわ。以前もね、ちょっと大きな雲を見ただけで、なんだあの雲はって大騒ぎしますよね。空をあんまり見ないもんだから。あ、自転車来てますよ。え、行きたい自転車。自転車来てますよ。え、女してたのよ。なんか口悪くなる人ないでしょ。あ、まだ来てます。まだ来てます。親父だ、親父。口悪くなる必要がないんだよ。安全だと思う。黙って道を切るだけでいいのに。なんで女だ、親父だ。それがもうない。今まで。すごいね、鳥の声が。すごい。スズメかな。うん。この木の中に。ああ。本当だ、いっぱいいる。スズメ、スズメ。あ、もうバカだ、本当だ。あ、本当だ、中にいっぱいいる。え、何ですか。スズメ。ああ、スズメだ。まあ、もっしゃいって言われた。もっしゃい。だっしゃいでもない。初めてですよ、もっしゃい。燃やすってことですよね。あ、そうですね。もっしゃいって。そうそうそう。燃やしちゃいってことか。燃やしちゃいみたいな。ちょっと違うんですよね、言葉遣いが。あの、面白いも面しいって言うんですよね。ああ、確かに。面白くないとかよく言ってるの。そうそう。もしちゃえ。燃やすも燃しちゃえ。おもろい人がね。なぜスズメがいっぱいいる木見て燃やしちゃえと、うん。いや、スズメはほらね、お大工が出てくから。怖くて、もう出てくから。怖い、出てくるから何なんですか。いっぱい見られちゃって、もう燃えればもう。かわいそうでしょ。なんでその意地悪するんですか。迷惑出したい。危ない危ない、岩川さん危ない、ババアだよ。うるせえ。あ、危ない、すいません、危ない、はい、だいぶ危ない、ジジイ。よしよしよし。お前何だ、お前。迷惑もんだな。すいません。ババアは危なくて、わかんないがね、ババアはね。突っ込んでくるが、
やめていい。突っ込んでくるから危ないんだけど。ばあちゃん歩いてるんだから、別にそんな危なくもないでしょ。岩川さん、前危ないようでいいでしょ。うん、ババーとか言っていいでしょ。危ないよ、ババーって。嫌な気持ちいきますよ。聞こえてましたよ。アイス終わりパパ。え？アイス終わり。あれ目見たの？今の、うん、ワンちゃんペットの、うん、アイス終わりアイス。いや別にアイス終わりそうもないでしょうし、ね。ただ通りすぐ知らない人で。ただすれ違っただけなんだから。アイス見てみてもう。今サングラスしてただけじゃないですか。うるせえね本当に見たもんあるもん俺見つかん。大丈夫。何が大丈夫なんだ。ヘイシリー。荒田川舞台公園。荒田、うん、で、ほら。荒川でしょ。ヘイシリー、新田川舞台公園。出てこないぞ。何なんだよ。本当は相性悪いっすな、あなた。どうしました？あれ、魚見てる、あれ、桜じゃないですよね。桜。なんて。桜桜咲いてると思いました。全然そんなに分かんなかった。どうだ、テンション上げるか。何行きたかったんだろう。みたいな肩であんだろ。何行きたかったんだろう。やっぱりすごいんだなんか全然楽しくなってますすごいよ、おめえが、おめえがすごい楽しいだおめえがすごいあんな楽しい人はねおかしいとか調子なんか違う聞いてたと違うめっちゃ楽しみにしてたでも V4 壊しなっちゃうおめえがベッド一緒にいるとぶち壊した右右もうあれ戻んないですか。もうまで行かないといけないんですよ。あー、2個先の信号が出るめんどくせえな。めんどくせえな。ここまで来たし、ね、キクさんが楽しみに待ってるんですよ。桜見てえか、そんな。見たいですよね。楽しみですよね。テレビ見ればいいだろ、もう。それ言い出したら、別にスマホでもいいし、何でもよくなっちゃうから。明日でしょ、学園ウォークのために成績桜川から奪い川原まで歩いてってないですか。 はい、あれはできるのに菊さんのために歩くのはもうめんどくさいですもうお腹空いてますからで終わらせたい菊さんよりドラクエウォークの方がやっぱ大事そうでしょそれはそうだったほら、まさかこれ。あ、本当だ、本当。高いよ、これ。もしかしたら、ちょっと高いですね。いや、お花見が、姉さんと近づいてきましたよってことが言いたかったんです。高いですか？高いよ、これ。完全に。高いもの見たら、飾ってみなくてもね。高いよ、これ。バッグっすね。あれ、こっちか。え、こっち。どっちなのよ。だうるせえな、あとこっちや楽しいよ、花見ですよ私が全く番組が人間のことばかってそのバグリ人間かよ許さってみて何？姉さん作名だあ、昨日終了ってやったかえ民家ですよ、森木
違う人の家の桜を桜スポットなんてめっちゃ見るじゃん。あれ違うね。あれだ。あれ梅じゃない？あれは俺もわかるけど。あれは梅ですよ。もう一回見てみ。もうついちゃったよ。あ、ちょっと行っちゃったよ。ほら。マサマサ。あ、マサマサ。こっち。あ、でもあっちか公園入ってんじゃん。違う。あ、あの人。この公園。どこかしら。この公園。この公園ですか。公園しかないよね。不買公園っていうのは。何ですか。どこに桜咲いてます。咲いてないよ。借りやっとるのか。借りちゃったのか。借りるはずないでしょ。これが咲くのに咲いてないですね。あの木とか桜っぽい。桜っぽい。桜の木検索した写真でよかな。バス、誰も分からせないから。CD 桜の木。ヘイシリー、桜の木。はい、こちらが見つかりました。スナック桜の木。あ、いいです。ごめんごめん。スナック桜の木になってます。バーが出てきて。そこ行こうとしてます。そこじゃないです。この木の中にあるんじゃない。うん、多分あれとか桜だと思います。これ何、これ桜じゃない。違う。もう、うん、よくわかりません。せや、お前黙っとけよ。ああ、チャイムも鳴ってるし寂しいな。なんか桜、これとか桜、あれとか桜っぽいよ。多分桜だよ。何だろ今の。分かんないか、匂いかいだ。いや、なんか桜餅を匂いするかなって感じが。てか、岩川さん、桜咲いてるんじゃないですか。いや、咲いてるはずなんですけど、咲いてない。なんか桜、なんか咲いてる情報みたいあるじゃないですか。はい。開花情報。あ、はいはい。ヘイシリー、開花情報。開花情報という方は連絡先に登録されて。殺すね。ヘイシリー、ヘイシリー、桜の花咲いてる。ワイワイと桜高速バスさんについてどんな情報を調べますか。あ、僕が面接受けて、はい、落ちたバイト先の。なんでまたえぐってくるんですか、シリが。うるせえ。あ、すいません。桜の木ってどれかわかります。うん。あそこの。お家の隣は桜だって間違いないんだけど。ああ、お家って何の子。白いところの隣の木。ああ、確かにそれっぽいわ。でもこれもそうじゃないの。これもこれもこれもっぽいよね。あれ、桜咲くのっていつか知ってます。あ、なんかね、遅くなるんだって。今週の週末。あ、週末。あ、遅くなるんだって。寒いんだって。これじゃあ、寒いか。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。かわいいね。かわいいな。なんて名前ですか。あ、レオ。レオ。レオ。ああ、だから臭くて。レオくんでしょ。はい。なるほど。はい。お、男の子。岡村じゃないんだ。岡村じゃないんか。レオくん。レオ。レオ。何歳なの、お前。元気だ。元気元気。おさわり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 って言わないと。どうしても全然赤さがいいじゃねえよ。ねえ、お前なんてこと言うんだよ。言うこと聞かんのも最近。
おもろいこのおじさん。怒るからな。でおもろいってこのおじさん。かわいい、かわいいね、賢いよね。テオくんね。すごい。あ、すごい。何それ。すごい。すごい。何やってるのそれ。おい、ほんまにだ。おぉ。どうだこいって、僕の件ですよね。お、すごい。うまいね。うまいね。あの、今の壁？はい。すごい上手だね。おぉ。お、うまうまいな。あ、うまい。え？ちょっとおじさん、ちょっとおじさんもやってみようかな。あ、うまい。はい。絶対。やめつくるだ。マサオ、あ、このおじさんもやるって一緒にやりたい。いや、ダメ。マジマジ。受けてる、めっちゃ受けてる。あ、うまい。あ、負ける負ける。マジだ。あ、ひどい。ひどい。マサマサ。ちゃんと突っ込んでるありがとうね。ありがとう。これね、楽しかった。じゃあな、じゃあバイ。バカにしてた俺、教えてやんと。バカにしてた俺。バカにしてた俺。ダメやね。バカ人間。バカなのバカ。もうこの辺にやるわ、もう。何にもお花がないんです。これいいな。どうしたやんか。ちょうどいいだぞ。ないもんはない。なんで手伝わないの。はいはい、こっちもお願いします。あらにいなつの、あらにいなつ、どうすんの？宇宙、まあ適当でいいですよ。おお、桜だ、桜だ、すごいな。桜、桜だよ、桜。どこに桜がある？変な顔した。ハゲ桜。うん？ハゲ桜です。よいしょっと、はい。すみません。ハゲ桜。ハゲ桜でもないんじゃないですか。ひろかさん、これは、あ、これ何ですか？花見だよ、花見。いや、ホームレスの飲み会です。でも、桜が咲いてると、うん、なんか見た目にもいいんですけど、うん、ないと、やばいんですよ。こんな普通の公園で、ブルシーで広げて。ハゲ桜やばすぎるんですよ。メンバーにも花ないし、ハゲどこ行っても花ないですね。花咲いてなかったですか。おー、うまそう。これじゃないですか。やっぱり岩川さんが作った。泣きそうまでした。茶色いっすね。入れ物は一丁前なんですよ。じゃこれがマーサが作ったデザート。デザートはい。レモンプラスあのキュウリをつけたキュウリ漬けレモン。キュウリ漬けレモン。最近のキュウリ漬けレモン。キュウリ漬けキュウリ漬け。なんだ。それは。あ、奥さんが家から持ってきた。あ、仕事。またいっぱい来たよ、散歩してる人たちが。みんな、あ、ここなんか多分散歩コースっぽいですね。
めっちゃ人通るじゃないですか。まあ目が合いそうやってすぐそらしました。賢明な判断。こういう人は怒るからね。後引き大根、キムチのあれ、うん、大根。じゃあよそっていこうか。はい、私が。はい、よそってくれるんだ。はい。なんか固まってます。待って、お水だ。水飲む。はい、はいはい、ありがとうございます。はいはい、通ればいいの。橋橋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 橋何これ全然取れないじゃん。なんかべちょべちょですね。まだおしんこ取って。はいはい、じゃあいただきましょうか。はいはい、じゃあ乾杯の温度みたいなお願いします。はいはい、はい、それでは無事春を迎えられました。どこからあれぐらい今咲いてるこの桜のように私たちも咲いていきましょう。それでは乾杯。乾杯。何もいられなそう。はい、酒うまい。あ、うんうん、じゃあ早速岩川さんの手作り焼きそば食べて。はい、おべちゃべちゃしてて夕食を思い出しますね。僕は通じ、そのとも柔らかくて、はいはい、最高。はい、すいません、中のお酒なんか限界まで伸びきったラーメンの麺だけ集めたみたいな。ほんでベチャベチャですとかね。ベチャベチャですね。星というものが一つもない。でもまあまあ味は、ソースって偉大なんですね。ソースの力でなんとかなってますね。ずっと入ってた。肉食べちゃう。肉すげえうまい。半端じゃないこれ。これは最高だ。最高の花見だな。はい、花見、花、はい、麺は柔らかくて肉は硬いですね。美味しいです。バニラ桜、あ、バニラ桜かけるのいいかも。だ、切り札あるか。おい、アダルトチーム、そうか、ヤングチームで大好きなマヨネーズ、これがあればね。薬飲む、薬。別に使い切らなきゃいけないルールないですか。かけすぎじゃねえ。ちょっと少ないですけど。少ないです。はい、食べますか。はい、はいはい、初めて一人暮らしの下大学生みたいな。どうですか。うまい。うまい。うん。食ってみろめ。今歯の薬飲む。待って。歯の薬。なんか斬新なタイミングで、食前でも食後でもないタイミング。うわ、風吹いてきてる。いい雪ですね。ペロお前だよ。いや、これどうやって食うんだよ。ちょっと教えてもらう。うん、ちょっと手本見たいわ。一気に。うん。マジか。すごい汁出てる。めっちゃ苦そう。うまくないこれ。うまくない。うまくない。おじいちゃんがこんな苦しいんじゃない。母さんの口に合わなかっただけかもしれないから一気に行きましょう。そう。苦そう。僕なんでこんな大きくなわかんないぞ。何よ。
今クソつだな。何これやれ。ケイさん取っちゃった。ケイさんレモン取っちゃった。外すなよこれ。ただキュウリ。あ、でもスパイクのだんだんキュウリ入れてこ、あーっとうまいやっぱ。なんだこれ。頭ちゃんと食べてるじゃないですか。あれなんか味変えたっすよ。うん、あ、カツサイよ、このこれマヨネーズ。マヨネーズかけるとどうですか。うまい。そりゃそうでしょ。ダメだこれじゃ。ダメダメこれ。台無しじゃないですか。これも食べて、食べてみましょう。大丈夫ください。ちょっと一回折り曲げますね。うん。これダメか。何だ。食べたことキュウリにしたの。うん。まあうまいです。うん。何だ。何。これね。これね。そうですね。うまいぞ。うん。どうでしたか花見は。あの花を見てないんですけど。花見。柔らかい焼きそばと、はい、クスクソまずいフルーツ食べさせない。いや別にフルーツは悪くないですか。レモン自体が何も悪くないです。組み合わせがすごく悪い。キクさんは どうでした花見。いや、あのキクさんがねやりたい。うん。緑桜じゃねえ。残念桜だ。あ、残念だ。山桜だっぺ。しんどいよ。どうや、楽しかったか。知らない。結構怖い顔してましたけど、あんま楽しめてないんじゃないですか。食欲が満たされたみたいな。止まんないです。うまい、これ。うまい。すごい。これ、焼きそばめっちゃ気に入ってくれてる。やっぱ柔らかいから食べやすいから、うん、あ、でも肉ばっか取ってる。肉硬かったやろ。うん、ちょっと硬い。肉しか取ってない。全部肉だ。余った肉全部持ってくる。じゃあもう皿ごと食えよ。そう、うん、これ持ってっちゃいます。じゃあ持ってっちゃいます。もう来て今日は菊さんたちための日だから。そうだよ。かけかけのねぐうまい。何やってんの。足場はないで、片付けないで。手で言ってん。うん。さないでください。楽しかったか。ねえ、俺バカ野郎。今から俺の方に黙。つまらしい。ねえ、ボケ。やめろよ。はい。ん？何してんですか。いや、ちょっと、何ですか。手が荒れてんですか。はい。ああ。
あ、そうか。ハンドクリームじゃないですか。ハンドクリームだ。ハンドクリームの代わりもなるみたいですよ。あ、そうですか。はい。あと、タバコのあれとかね。はい。あ、あれは傷だ。いや、全く聞いたことないんですけど。傷するときは。どこ情報ですか。あ、うちハンドクリームなくて、乾麺マヨネーズやってみたんですよ。いつの話ですか、それ。2、3年前かな、うん、したら結構良くなったんで。いや多分関係ないです。汚してるだけです。いや油もあるし卵も入っていいし結構いいと思います。ちょっと見せましょうあれですよね、だんだん情報源とかなくて、はい、思いつきでやってるだけ。あ、思いつきでやってネットで見たら最悪ハンドクリームの効果が出たんですよ。本当ですか。はい、ちょっと調べてみてください。あ、じゃあ肌に潤いがあるってことですか。あ、はい。じゃあ顔もいけるんじゃないですか。はいはい。くせーな、ゆきのさん。くせあれテカテカしてる。あれ若返った。ツヤ出るね。ツヤ出ますか。ほら油だから。はい、あ、本当だ。でもなんかシワクチャの顔がなんかテカテカしました。乳液なんみたいな。はい、あ、すごいよ。いかもそのお肌のこと考えてみた方がいい。あ、じゃあちょっとやだ、あれ、かぶれちゃうからやだ。やだ、かぶれちゃうからやだ。塗ってあげましょう。やだやだやだ、かぶれちゃうからやだ。あきくさんどうしました。忘れ物。いや、危ねえ。あ、木に切ってる。木に怒ってる。木に怒るおばあちゃん。あ、だ、起きてる。木に怒ってる。あ、まだチェックしてます。喧嘩。ハゲキ。怖いな。落ちてる気にマジギレ。そこ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 面白い。いや、とても面白い。そこそこそこチャンネル。終わりです。ありがとうございます。